新潟競馬場第4レース3歳以上に芝の外回り 1800m 出走メンバーはフルゲート18頭です。新潟札幌の非常開催関西と中するほど新潟と出走してこのレースは18頭中15頭が関西が行います。この上での通りにて2コーナーを回り切ったところゲート2が1個1頭を行います。上空は青空、気温がどんどんと上がっている新潟競馬場、蒸し暑い気温になっています。カスカンとニアンソールが今ゲートの中へ、10番クロミーズ、4番アークボイス、そして16番ブリーザーブレスが入って、14番ズキョアーサーゲートの中、最後のゲートに18番ピンクライオンです。今収まってゲートインが終わります。スタートしました。まずは18番ピンクライオンです。ボルトコーダッシュ、しかし合わせて12番ウィンテリーで出ていって2馬身リード、2バックは9番源ベイス、内からかわしていく6番エイシングリッター、さらにはその外13番ジェルドボール、さらには17番のベルアドミールが固まっています。その後ろに15番スカーレットオーラがいて、外は並んで18番ピンクライオンです。1馬身後方に2番ゲノアラジン、11番シャークアタック、外は並んで16番ブリーザードですが、中段に4番アールゴルスが行っています。1馬身後方に内を回って1番のチクワシルバー、さらにその外を通って10番のクロミスです。1馬身後方に8番リアンソールで3コーナーカール、その後ろに7番ダイラックライン、13番の名称板前、さらには5番のスタローンが行って、最後方14番ミスジョーアーサー、3コーナーのカールを向かっています。前は12番のウィンペリーケ、アンパシンリード、2番手は13番ジェルトボール、3、4コーナー中間です。最初の 1000m 59秒1で行っています。その後ろのうち6番エイシングリッター、さらには17番のデルバドミール、3番手4番手バグッドカル、9番ミナトベイス、広がって4コーナーカーブから直線です。直線の攻防、まもなくスタートでローリーで2番12番のウィンペリーケ、並んでいく13番ジェルトボール、まあ2個その外に広がって源ベイス、現在3番のちょっと答えは6番エイシングリッター、さらには4番のアルコースを追い込んでいる1番スタートの下から中間です。そこまでは切れて3番ジェルトボール、並んで9番のミナトベイス、さらに4番のアルコース、もう3番スタートの下から中間です。